こんにちは。今日はこんな天気のいい2月2日、夫婦の日だそうですけれども、足を運んでくださりありがとうございます。我々は、平成ももう終わろうとしてますが、しつこく昭和なロックやらせていただきたいと思います。まず1曲目は、まだ私が娘だった頃、かっこいいな、かわいいなって大好きだったアン・ルイスさんの代表的なヒット曲、アームジョーで、2曲目は、椎名林檎さん、新宿系の、天才シンガーソングライターのやはり代表曲、歌舞伎町の女王、この2曲続けてやらせていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。Thank you.
ただきました。ちょっと先ほど言わせてたことがありまして、ちょっと私個人事ですが足折っちゃいまって折ってまして、なのでちょっと動きが若干変ですけどお許しくださいませ。で、ここでちょっとベース交代です。この時間を利用してメンバー紹介させていただきたいと思います。ギター小山田博之、実はバンマスだったりします。よろしくお願いします。それから、キーボード出ずっぱり山口さん、出ずっぱりです。どんな曲でもやってしまうというスーパーキーボーダーです。それから、あれミヤちゃんがベースその1ミヤフロミ、フロミ実はこのバンドでは、プロデューサーということでエロプロデューサーと言われています。で、プロデューサー何やるかっていうと、この曲やったらとか、こういう服着たらとか、こう喋ったらって言ってくれる役割です。はい、でそれから、ベースその2遠藤勝彦、クールな感じが売りです。それから、ギター、新人とは思えない新人ですけど遠藤治、そしてドラム成田秀樹、実はこの3人は同級生です。モサビ時代の同じ学年ということです。ではじゃあ、次の曲、やはり昭和な曲です。中森明菜さんの、タトゥーという曲やらせていただきます。お願いします。彼は私が走らないように隣でリズムをやっている。ペースメーカー、ペースメーカー。Thank you.
次は初挑戦の英語の曲なんです。それで名人とかミハにはこう怒られるかもしれないけど、時々こういうことやるかもしれませんが、すみません古い曲です。サニーという曲です。サニーっていう曲、古い曲なんだ、ペギーヘブの曲をジャミルクワイが、アレンジしたバージョンで、挑戦してみました。ちょっとかっこいいかな。なんて歌えるかどうかわかりませんが、うまく、頑張ります。じゃあよろしくお願いします。
後の曲になります。すっごく昭和な曲です。ザ・ピーナッツ、1973年の、曲です。情熱の砂嵐、これで笑った方は年取ってるってことですかね。